クレヨン・しんちゃん暗黒たまたま大追跡は、1997年4月19日に、公開された、クレヨン・しんちゃんの劇場映画版シリーズ第5作目。上映時間は99分。興行収入は、約11億円。キャッチコピーは、オラたちに明日はない野原新之助の妹にして、野原家の長女、野原ひまわりの劇場版初登場作品。 原作者の薄い議人がタイトルを付けた最後の作品でもある。来場者プレゼントは、ひまわりの種がついたノート遊んでとばり。本作から監督が、本郷みつるから原敬一に交代した。これにより、作風も変化しており、ファンタジー色が強かった本郷の作品に対し、本作を含めた原の作品はより現実世界に基づいた作風になっている。 内容はひまわりを軸とした、逃亡劇電気ファンタジー。冒頭からクライマックスまで、銃撃戦、カーチェイス、大人数あるいは1対1での格闘など、激しい戦闘シーンが展開され、ハードな描写が多いが、ギャグも前編通して盛り込まれており、重苦しい作品になっているわけではない。なお、この作品と次回作の、電撃、歌のひずめ大作戦の三原が一人で、 エコンテを担当している。爆発。温泉ワクワク大決戦からは、水島つとむも、エコンテに参加した。この作品が、テレビ放送されたおり、二度目の放送以降、オカマという単語を含むセリフがあるシーンがすべてカットされた。また、これ以降、オカマキャラクターが、アニメ版に登場することは少なくなり、オカマという言葉は一切使用されなくなった。 新東京国際空港にて、ホステスの一団と飛行機から降り立った、外国人の男が取引を行っているところに、奇妙な三人組が乱入し、乱闘を繰り広げた末に、男が持っていたものを奪い去っていった。この会事件に際し、官職に追いやられていた千葉県警の女刑事、東松山米が担当させられることになる。同じ頃、北埼玉大学に強盗が侵入し、 最近発掘された、ある一体の埴輪が盗まれるという事件が発生。そのニュースをテレビで見て、埴輪の特徴である、下腹部に開いた二つの穴を見た新之助は、たまたまが取れた後だと口にする。その翌日、白と散歩していた新之助は、土手で寝ている、お釜の傍らで光る玉を拾った。新之助はこの玉を家へ持ち帰るが、いつの間にか紛失してしまう。 その夜、三人組のオカマが野原家に上がり込み、一家をニューハーフパブに連れ出した。この三人組のオカマ、ローズ、ラベンダー、レモンの玉ユラブラザーズは、呪術を行う玉、ユラ族のもので、敵対関係にある玉高専族が魔人、ジャークを復活させようとしていることを知り、これを阻止するために行動しているのだという。実は真之助が拾った玉は、 昨晩北埼玉大学から盗まれた埴輪の中に封印されている邪悪の復活の鍵となる二つの玉の片割れであった。そしてその玉はこともあろうにひまわりが飲み込んでしまっていた。そのため野原一家も争いに巻き込まれる羽目になってしまう。一家と玉浦ブラザーズは健康ランドでヨネと知り合った後玉高専属の追撃を避けるため、 青森県にある玉由良の聖地、あ、それ山に向かう。しかし、空港にいた男、ヘクソンの襲撃を受け、ひまわりを奪い去られてしまった。その後、玉由良の母の助けで、玉高専族の本拠地を突き止めた一同は、ひまわりを救いみんなで我が家に帰るため、再び、東京を目指す。朱良、玉高専両族どちらも古い一族で呪術を制御としていた。 現在は敵対しているが、昔は良好な関係を築いていた。しかしある時、玉子戦族から強力な霊能者が現れ、凄まじい力を秘めた魔人ジャークと結託し、世界征服を目論んだ。これに際し、玉、ユラ族と玉子戦族は共に多くの犠牲を払って霊能者を倒し、ジャークを埴輪に封じ込めることに成功する。埴輪は地中深く埋められ、 ジャークを封印する際に力を結晶化させた二つの玉を、シュユラ族が、霊能者がジャークを操るために使った道具、万宝を玉子を先族が管理することになった。シュユラ族の本部は、青森県の、あ、それ山という山に存在する。近隣にて、あ、それ山パラダイスランドというテーマパークを運営しているが、全くと言っていいほど客入りはない。一方、玉子先族は、 東京臨海副都心にある巨大なビルを本拠地としている。シュユラ族は後継ぎとなる玉ユラブラザーズが全員お釜になってしまったため、当梁は地が途絶えることを危惧しているが、ローズはジャークの問題を自分たちの台で片付ければ、もう玉、ユラ族も玉高専族も必要ないと語っている。 キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011564ページ本作のチラシにてクレヨンしんちゃん暗黒たまたま大追跡予告編テレビ朝日版公式 YouTube チャンネル2020年6月26日閲覧ローズ曰く誤飲した時や排出した後は体に影響はなかったとのこと https コロンスラッシュスラッシュモービレドットツイッタードットコムスラッシュ SAEKO ブルームーンステータス124件4099兆2570億9260万3905なお上映当時は東北新幹線の森岡駅から新青森駅間と北海道新幹線の新青森から新函館北斗駅間は未開業ありがとうございます